朝倉海 VS 滝沢健太。さあ今回のまさに本丸といっても過言ではありません、このジャパングランプリバンタム級トーナメントになります。さあそれではまず滝沢選手から軽量級に乗っていただきます。滝沢選手 60.95 クリアです。クリアしました。さあ続きまして朝倉海選手です。朝倉海選手 60.90 クリアです。クリアしました。さあそれでは正面を向いてのファイティングポーズをお願いいたします。明日の大晦日いよいよライジンが決める日本最強のバンタム級ファイター決定戦です。準決勝と決勝戦が行われます。まずは準決勝です。この2人が第2試合に登場いたします。優勝候補の朝倉海選手、そして今大会のダークホースと自他ともに認める滝沢選手の一戦です。さあお互いにストライカー同士になりますが、組の展開もあるんでしょうか。両者フェイスオフ向き合っています。この準決勝の後に控える決勝戦に向けても、どのくらいの試合時間で終わらせられるかというのも一つポイントになりそうです。1ラウンド KO する、そう宣言したのは朝倉海選手です。ありがとうございました。それではマイクをですね持っていただきまして、まず滝沢選手、明日への意気込みをお願いします。滝沢健太です。明日は朝倉海選手から全てを奪って、優勝目指します。頑張ります。おっす。ありがとうございました。続きまして朝倉選手お願いします。どうも朝倉海です。明日絶対俺が優勝するんで楽しみにしてください。ありがとうございました。やはり今日も変わらず優勝宣言が飛び出しました。皆様大きな拍手でお送りください。両選手ありがとうございました。